はい、皆さんこんにちは。通訳案内士の横山です。今回は京都府京都市伏見区の城南宮にやってまいりました。パチ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 ということでですね、今ですね、向こうの方にね、あの本殿見えてますけどね、この城南宮はですね、庭園が有名なのでですね、まずね、庭園を回っていきたいと思います。城南宮はですね、城の南の宮と書いてですね、宮と書いてですね、城南宮と言いますけどね、まあ、文字通りですね、平安京のですね、南側のね、守り神ですね。伏見区のですね、まあ、国道1号線のね、近くにある、まあ、非常にこう交通の便のね、いいところですね、にですね、城南宮っていうね、まあ、神社がありまして、今回ね、城南宮を、ま、あの散策するって感じですね。神苑ですね、まあ、見どころですね、まあ、ガーデンがありまして、見どころがね、書いてありますね。春の山と伝わると、でこのね、城南宮のあたりはですね、その上皇ですね、天皇の上皇がですね、まあ離宮をね、たくさん作られまして、まあ院政のね、拠点だったわけですね。だからまあその平安時代にはですね、まあ政治のですね、まあある意味中心でもあったわけですね。秘境ですね。まあね、今ちょっとね、中途半端な季節なんでね、まあ、これは双葉葵ですね。これエビズルですね。夏草の小道。本当ね、すぐそこがね、もうあの1号線なんですよね。だからね、本当にでっかいトラックとかがね、行き交ってますね。紫。で、まあ城南宮っていうのはね、その法除けの大社って言われてましてね、まあその方角がね、まあ重要なわけですね。で例えばその熊野詣にね、行く時もね、そのここの離宮ですね、この辺にあった離宮にね、まあ、滞在して身を清めてからね、まあ旅に出たりということでね、まあ法除けですね、方向の方に覗くって書いてね、法除けの大社っていうふうにね、呼ばれてたんですね。であの14代将軍のですね、家重にね、嫁ぐために和宮さんっていうね、その内親王がですね、江戸に行く時もね、まあ、城南宮で、祈祷をしてからね、その、まあ、嫁いだというふうにね、江戸に向かったというふうにね、言われてますね。あとね、この辺が有名なのは鳥羽伏見の戦いですね。まあ、歴史でもね、よく出てきますけどね、鳥羽伏見の戦いっていうのはですね、その城南宮の参道からね、スタートしたっていうふうにね、言われてますね。平安室町の庭。ああ、この竹林がね、すごく綺麗ですね。竹林ね、バンブーグローブですね。
ヤブツバキですね。苔がね、また美しいですね。これね、あの社殿をね、後ろから見た絵ですね。これがね、本殿になりますね。まあ、比較的ね、新しい感じがしますね。カジノ木。これは松ですね。で、これ菊ですね。平安の庭。ここからのね、社殿もね、すごく美しいですね。本殿ですね。周りはね、小さいこの社がね、こう囲ってますね。あ、ここにわらびがありますね。まあ、シダ植物ですよね。1位ですね、これ。5番の材が1位の木、土地の木なので取り上げたと。荒らぎとも言うみたいですね。ここに多分御神木ですね、これね。しめ縄がね、巻かれてますね、これね。神楽殿ですね、これがね。神楽殿というのはね、あの巫女さんがその神楽をね、神楽ダンスを踊るところですね。八重山吹。早めですね、これね。下の絡まる石ですね、これね。割れ木工ですね。ああ、ここね、池になってますね。平安の庭ということでね、池がありますね。平安の庭。君、榊ですね。よくね、あの神社とかでね、榊のね、木ってよく使われますよね。榊は永寿の意味であるが、神代の昔から、玉串としてね、神事に用いられるとですね。そうですね、玉串に使われますね。これは何でしょうか。
ああ、なんかこの木がね、なんか移動するみたいですね、これね、動かせるみたいですね。インド。見ないし。ちょっとね、池が濁ってますけどね、美しいですね、でもね。桃ですね、これね。これがね、口なしですね。果実は黄色い楕円形、穂にして染料や薬用にするってことですね。生薬でね、あの口なしと使いますよね。ススキ、ハスですね、これね。ステッピングストーンになってますね、これね。忘れ草。ああ、与謝野明子のね、歌碑ですね、これね。ちょっと読めないですけど。本当にね、いろんな植物がね、植えられてますね。うつぎ。曲水の縁、やり水ですね。あ、なんかこんな感じでね、昔の平安貴族の、セレモニーみたいなのが、ね、行われるみたいですね。曲水の縁がね。くぬぎ。あ、苔ですね、これね。カエデですね、これね。本当に木がね、たくさんあって、草花がたくさんあってね、すごくね、なんていうか、空気がね、美味しいですね。ああ、ここでちょっとね、リラックスできるようになってるわけですね。ここからね、苔をね、眺めることができますね。で、ここで一回出るわけですね。こちらには戻れませんので、ね、一回出て。あ、これも
もすごくね手入れされてて形が綺麗ですね、この松もね。あ、こっちのお庭もいいですね、すごくね。こっちのがいいですね。こっちはですね、室町の庭ですね。書いてあるんですね。池泉回遊式黄金期の庭ってありますね。ここに茶室がありますね。ティーハウスですね、これね。桃山の庭、芝生が海の枯山水庭園って書いてありますね。あ、芝生がねこう植えられてるわけですね。芝生の庭園ってことですね。なんか向こうの方にねソテツみたいなのがねありますね。このティーハウスもね今使ってないみたいですけどね、まあ本当にティーセレモニーやるにはねすごくあの適したねあのティーハウスですね。勾配このビューもいいですね。あ、鯉がいますね。カープがいますね。あ、ここのビューもいいですね、すごくね。すごくこう手入れされてるのがよくわかりますね。赤松、赤松は日本特有植物で黒松に対しての名称で、その樹肌が、赤褐色であり、一名目松とも言うとですね。まあ赤松ってのはね、文字通りそのなんていうか表面が赤いんですよね。ああこれいいですね。滝もあってね。まあ非常にこうティピカルな感じのね、池泉回遊式ですね。この方にね、あのでっかい柿がねこう刈り込んでありますね。里桜、まあこれもね春になったらね非常にこう綺麗なんでしょうね。あ、なんか鯉いますけどね、すごくこうなんかこう元気がないですね。あ、ここのね、ここでもリラックスできますね。これ藤棚ですよね。藤って書いてありますね。ウィステリアですね。青紫色の花がね咲くわけですね。4月から5月って書いてありますね。まさに藤棚ですね。藤棚からこの池が見れるわけですね。お帰り口、
明皇后お休みどころ城南宮って書いてありますね。夏椿、柿椿ですね、これね。まあ6月ですよね、アイリスですね。橘ですね、ウコンの橘有名ですね。果実は食用ってことでね、まあシトラスですよね。城南離宮の庭ですね。ああ、枯山水ですね、これね。非常にドライな感じで。枯山水庭園ですね。一周してきましたね。で、お帰り口ですね。こっからのね、ビューもいいですね、すごくね。こっちにまた神社がありますね。なんて読むんでしょうかね、ちょっと漢字はよくわからないですけどね、まあおそらく拙者末社だと思いますね。ここにもね、神社がありますね。芹川神社っていうんでしょうか。唐渡四天満宮って書いてありますね。ここにね、絵馬堂がありますね。非常にこう立派なね、こう絵馬がね飾ってありますね。
全部これねドネイトされてるわけですね。そのドウナーですね、その寄進した人のね名前がずらずら書いてありますね。あ、これ超十ギガですね、これね有名なシーンですね、これね。こっちにもね、神社がありますね、社がありますね。三つテラス宮って書いてありますね。でこれがね城南宮の鳥居ですね。あ、元に戻ってきた感じですね。ここにね由緒が書かれてますけどね、城南宮平安遷都の際、都の南に国の守護神として創建され、ってことですね。平安時代の末この地に白川、上皇によって帳宮が造営されたってことですね。まあ、ちょっとねこれ黒くなってあんま読みにくいですね、これね。でこれね鳥羽伏見の戦いの後ってことですね。戊辰戦争の発端となった鳥羽伏見の戦いがこれ始まったってことですね。1867年ね王政復興の大号令で幕府は廃され、慶喜は12日に京都の二条城から大阪に退いたということでね。まあ本当に歴史ではね非常にこう有名なね戦いですよね、これね。白川上皇雪見のみゆき、院政行われた白川上皇は雪見がお好きで、牛車に乗って、雪化粧の離宮をお参られたということですね。熊野詣での、ね、出立の地ってありますね。まあ、先ほど言いましたようにね熊野詣行くときねここで清めてからね行ってたわけですよね。これがね源氏物語花の村ってことで、まあ、先回りましたけどね、まあ、源氏物語をテーマにしてるわけですね。大人800円なんでね、まあ、結構いい値段ですけどね。社殿はこんな感じで、すごくね美しい建物ですね。ということでですね、今回はね京都府京都市のね、城南宮をね参拝散策しました。まあ一号線沿いのね、まあ、非常にこう交通の便のいいところにねありまして、まあ、特にね、まあ、庭園ですね、ガーデンがねすごく見応えがありますのでね、まあ、ぜひね城南宮来たらね庭園をね、まあ、特にその季節をね、まあ、意識して
経営をね回られることをねお勧めいたします。